おはようございます。あんこです。今回、実況するゲームは、新宿ダンジョンというアプリゲームです。評価が高かったので、落としてみたんですけれども、とりあえずスタートしてみたいと思います。東京の地下に存在する迷宮、新宿ダンジョン。その最奥部、東京都庁には伝説の宝石が眠るという。幾人もの冒険家がその伝説に挑戦していったが、帰ってきた者は一人もいない。そしてまた一人、伝説に挑戦する者が現れた。それが私ということですね。すごい。どうすればいいんだ？この寿司とかは、は？あ、違う。あ。寿司は、宣伝でした。これは移動しかできないのか。南口をチェックした。方法？コレクション。南口改札。ああ、なるほど、ここか。あ、小野急。なるほど。南口をチェックした。これボタン押せるんですかね。ん？押す。どこか。押す。ちょっとこれ、思ったより進んじゃうんですよね。なんかぬるぬると。緑の切符を手に入れた。え、すごい。これ、この矢印がルートなのか。なるほど。地図を手に入れた。マップボタンでマップ表示。なるほど。おお、すごい。この左に、あ、なるほど、なるほど。表示できるよと。地図、表示しときましょうか。一回方。よくわかんないですね。わ、本当に新宿だ。あ、サザンテラス口だ。わ、すごい。サザンテラス口の方には、あれがありますよね。あ、なんて言えばいいの？有名デパート？ボタンが押せる。あ、なるほど。この右上の白いやつが、ヒントですね。どっかが開いた。あ、なるほど。とりあえず手前から行きましょうか。一回ほん。これ、あれ？あ、なんか取った。虹の雫。これがコレクションなんですね。なるほど。隅々まで行かないといけないんですね。なんかこれ、特に説明もなくて、多分本当に新宿駅を探検して、隅々まで回れってことだと思うんですけど、怖いけど、もう、どこだろう？わかんないな。あ、動く。上に上がる。うん。で、新宿駅は、
もう毎日のように使ってるので、迷いはしないと思うんですよね。ただやっぱ、表記がないと、あ、一回しか動かせない。クソ。あ、初めてのモンスターですよ。ちょっと。あ、え、倒せないの？弾き返される。あ、倒せないんだ。上に。あー、基本は行き止まるんですね。新宿は使っても迷わない方がいいのか。なんか小学生ぐらいまでは新宿全然わかんなかったんですけど、さすがに中学とかになって、部活とかで遠征とかがあったりして、遠出することが多くなったりすると、さすがに覚えますよね。これは、こうしてこうか。なんもないな。え、全然わかんない。の方に行けばいいんでしょ。でもな、都庁だから、なるほど、緑のところは全部取れるんだ。黒いのは通れないんだね。中央東口、新宿駅東側、東口ってどっちだっけ。分かった。歌舞伎町とかに行く方面ですね。乗車情報は歌舞伎町方面。うん、そうですね。戻ってきちゃった。丸構え。何かあったっけ。大きい家電量販店で、下は丸の内とかがメトロンプロ。あ、なんか来た。連れてかれた。当たっちゃダメってことなのかな。これもよし。東口交差点。これは多分このコレクションを全部集めなくちゃいけないのかな。
こら辺はわかんないな。そんなちょっとでもダメなの？どこだこれ。ああ、なるほど。ここら辺さすがに横道多いじゃないですか。そうなると、もうさすがに、わかんないんですよね。だってもうこっちとかあれですよね。三丁目の方とかに行けちゃう方ですよね。フルーツ。どうしようかな。とりあえず時間も時間なんで、一回この上のところ、ここの二つを取って、今回は終了したいと思います。ああ、これを、これ終わらせたいと思います。あ、これ、当たる、とりあえず新宿駅を思い出しながら、どうにか都庁方面に向かっていきたいと思います。お疲れ様でした。